村の剣を侮ってはなりません。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。待ちなさい。炎に身を捧げるのです。さて、ここまでといたしましょう。そうか。殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。